はい、どうも皆さん、こんにちは。まあ、今日はですね、緊急で動画を回してるんですけれども、あの、前に出したね、あの、日経平均株価が、あの、落ちていくんじゃないか、みたいなね、あの、動画に関して、まあちょっとね、あの、間違いというかね、あったんで、まあそこの訂正と、まあでもね、やっぱり、あの、日経平均って、やっぱ今後、まあ衰退していくなっていう,う、もう、終わりだよっていう話をしたいと思います。まあね、インフレ率がね、あの、アメリカで、あの、低めに出たのかな。 低めに出て、あの、アメリカのその、景気交代懸念が出て、あの、やっぱりね、あの、そのインフレ率を上げるために利下げをするっていう。で、利下げに伴って、まあ、ドル高の方向に向かっていくんで、円はおのずと高くなりますよね。なので、その分、円高になるっていうことは、円高になるプラス、日本も利上げをしているので、あの、 より株式市場っていうのはあのアメリカの株式市場の方が大盛り上がりで日本っていうのはあの株価は下がる方向に行くとでより円高になっていくんで輸出産業っていうのはあのより伸びが悪くなって、まあ、かつ日本の日経平均株価っていうのもどんどん下がっていくんで、まあ、日経平均にかけるんじゃなくてアメリカの株にかけた方がいいですよみたいなそういう感じですねで実際昨日とかも あの12月入ってからの初めての市場の開始でしたけども米国市場めちゃくちゃ大盛り上がりで特にそのテック企業とかを中心に結構上がってましたねまあでも僕のポートフォリオ的には結構ロケットラボとかねそういうイオン級とかまああの小型株ですね中小型株っていうのを結構買ってるのでその分結構ねあの大打撃になってきたなっていう感じで まあ資産とかもね、あのー、7万ぐらい一気に1日で減ったりとか、まあ、増えたりとかして結構ね、あのー、金額が大きくなるにつれてあのボラティリティっていうのもやっぱりレバリッジが効いているかのようにね本当にあの上がり下がりが激しいなっていう感じでもうねロケットラボに関してはめちゃくちゃに下がりまくっちゃってこれはもう本当終わりなんじゃないかっていう終わりの始まりかなみたいな。 本当にねあのロケットラボの,その株価の上昇率っていうのめちゃくちゃすごかったんでこのまま伸び続けていけば何というかもう億万長者かみたいなぐらいの勢いのペースで伸びてたんでさすがにまあちょっと下がる時は来るだろうなと思ったんですけど一気に、ね、こんなに十何パーセントとかも下がる世界にいると本当に訳が分からなくなるというかね本当あの眠れなくなっちゃいますね。本当に、うん はい。まあやっぱりそこのボラティリティっていうのもね、あの全体として1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月スパンで、まあ見ていきたいとは思いますけれども、まあ短期的にはね、ほんと心臓に悪いですね。はい。まあなんていうかね、本当皆さんもね、どんな感じのポートフォリオにしているのかっていうのをぜひ教えてほしいぐらいなんですけど、まあそんなところね、今日は、まあ短いんですけど、まあそんな感じで皆さんもね、 アメリカのテック企業とかにかけてみてはいかがでしょうかということで。それじゃあ、バイバイ。